タピアさんの動画でレッドさんが村岡さんを紹介したようなことを見ましたが、レッドさんとなんで。レッドの出会いはね、あれです。釣りビジョンさんの釣り大会だったんですね。釣り大会番組で、俺がチームメガバスで、ボートシーバスの大会で、俺がチームメガバスで、レッドがケンクラフトチームで出たんですよね。で当時ロンゲで,で、ケンクラーレッドは知ってたんですよ。シーバスマガジンの前はなんてさっきな。 なんかの雑誌で、ルアーフィッシング情報にも出てたかな。千夜長候もね、レッド出てたんであ、テレビね、12ちゃんのテレビでも出てたんで、あ,あれがケン,クラレケンクラレッドか、あ、それは後かな。でも、レッドっていうのは知ってて、でもね、どっちもシャイだったんで、ほんと最初挨拶だけでしたね。 挨拶だけだったんだけど、なんでか知らんけど、ケンクラレとケンクラチームはクルーザーで出戦参戦してたんですよ。いわゆる今のチャート、東京のガイドボートみたいな船、メガバスチームはそういう船だったのに、クルーザーなんですよね。だから、ガンネルってこう、あの、要は中にベッドがあるクルーザーあるじゃないですか、前の方に。あれで、で、その上からやってるんですよね。だから、<laughs> ランディングもおかっぱ用のタモで作ってるし、でも俺が見たのは、結構近くでやってたんですけど、そのおかっぱ用のタモを使ってんだし、あんな、ってかあんな船で大変だなと思って、で、上げて計測するわけですけど、網から滑ると、あの、クルーザーってこう、上がなんとなく、局面で、なんていうか、両サイド、 そう外側に向かってね、水が落ちるようになってるんで、魚が滑って落ちてこうとするんですよね。でそれをレッドがこうサッカーのスライディングタックルみたいに足出して止めてて、でもルアーに口に針ついてるし、うんもうなんか見てらんない感じなのを、なんかレッドはカメラの前でヒえーって感じでこう、魚が落ちるとか言って止めてて、それをなんか、 今思えば見下すように笑ってたのが出会いです。<laughs> 面白いやついんな、みたいな感じで、うん。でも終わった後の開会式で、まあ、当時ね、上田の西村さんと小林浩二さんも出てて、まあそ、そウ上田が、上田、チーム上田が優勝したんですよね。で、なんかその後は、その後みんな、もうみんな釣り人だったんで、今日どこ行ってどういう釣りしたで、やっぱ西村さんと小林さんの組み立てがすごくて、モう俺とレッドで、へーって聞きながら、 仲良くなったのが出会いだったかな。その日から仲良しですね。レッドは何でかすごいね、俺よりシャイなんで、すごい塩対応ひどいんですよ、イベントとかでも。でもね、本当にいいやつなんで、塩対応されても嫌いになってあげない、ならないでください。<laughs> もう一つこうやって突っ込んだら、もうもう本当にいい対応してくれる人。でありがとうございました。 あります。